はいどうもー、弱小セドラのタナです。今日はですね、今、密かに話題沸騰中、ゲーム仕入れでガッツリ稼げということでお話ししていこうと思います。まあお話ししていくというかね、ちょっと今自宅なんですけど、今からですね、古本市場の方に行ってですね、今ね、密かに話題沸騰中のゲームセドリをね、ちょっとやっていこうと思います。皆さん気づいている人いらっしゃいますか？ゲーム関係の商品がですね、今結構高騰してきて、めちゃくちゃプレミア商品がね、続出してきてるんですよ。で、ここに気づいてる人はですね、もういち早くゲーム仕入れでめちゃくちゃやりまくって稼ぎまくってると思うんですけど、僕もですね、普段ゲームセドリやっていて、あ、本当にやっぱプレミア商品結構多いなみたいな気づきましたので、ぜひですね、皆さんにね、ちょっとお伝えしたいなっていうところでね、ちょっとね、動画回しております。今ゲームセドリ、結構プレミア商品多いので、実際ですね、店舗に行ってどんな感じかね、実際見ていこうと思います。それじゃあ、古本市場に行ってきます。シュン。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ちょっとね店内やってたんですけど、早速ですね結構美味しい商品見つけまして、それがですねこちらになります。サンリオのマイメロの、クロミっていうねキャラクターの、ポーチですね。これが今ですね、Amazon が5415円ですね。で、仕入れが、2170円なので、計算してみると、はい、こんな感じで1999円というのは2000円弱ですね、利益が出るという形になってます。で、実際ですねこれランキングが今載ってないんですよ。載ってないんでどれくらい売れているのかっていうのはわからないんですけど、こちらにランキングが載ってなかったらキーパーとかイーリサとかこういうツールでも出てこないので、じゃあどうやって判断するのかっていうと、ここですね、ここ評価数です。評価数、この評価数が今17件ついてるんですよ。でこれですね、買う人全員がね評価つけるってわけじゃないじゃないですか。僕なんか評価つけたことないですし、だから本当100人買って1件あるかみたいな形になってくるので、17件ついてるってことは、それだけね人が買ってるってことなんで、これね商品ね売れるかなっていうふうな判断になります。はい、実際これくらい利益が出て、で単価もね安いですし2100円っていう形で、これちょっと仕入れていこうと思うんですけど、じゃあねこれどうやって見つけたのかっていうと、いろんなポーチがあるじゃないですか。でこのポーチの中でも店舗に何回も行ってると結構気づくんですけど、これとかこれとかどこでも見かけるんですよ。だからどこでも見かけるってことは利益が取れる可能性が少なくて、逆にこのポーチとか僕今初めて見たんですよ。これっていう感じで、これ初めて見たのでちょっとリサーチしてみたって感じです。店舗何個も何回も何回も回ってみて、見たことないような商品があったらリサーチしてみるってことをやると結構利益商品ありつけるかなと思います。というわけでこれはねちょっと仕入れていこうと思います。ちょっとねゲームソフトのコーナーに移ってきたんですけど、ゲームソフトもですねずらーってめちゃくちゃ種類があるんですけど、実際ですね今、プレミアになってるのがこちら、ゼルダの伝説の、Eパスっていうね追加コンテンツが入ったセットになったような商品になってて、仕入れが8228円なんですけど、今 Amazon でこんな感じで11390円ですね。はい、でランキング480位ということでめちゃめちゃ売れてます。で利益計算してみると、この商品で1163円利益ですね。じゃあなんでこれを見つけられたのかっていうと、これゲーム系のソフトって限定版とかなんかゲームプラスアルファ何かがセットになってる商品ってめっちゃ高騰しやすいんですよ。特にそれがですね人気商品であればあるほど、例えばこれゼルダの伝説ってみんな知ってると思うんですよ。大体の人ゼルダなんか一回聞いたことあるんですけど、それの追加コンテンツでこれがセットになってるものですね。だから結構ね限定性があって結構高騰しているわけなんですけど、他で言うとなんかこれとかこれの、ここにはないんですけど、これの限定版っていうのがあるんですけど、それも今ちょっとね高騰していたりとかっていう形で、人気な商品のそういう限定版とか何かセットになってるものっていうのはかなり狙い目になってて、で特に今ねゲームセドリ業界ですね、もうかなり盛り上がってて結構利益取る商品ワンサクあるんで、ぜひね古本市場とか行った際、ゲームセドリやる際ですね、こういうところぜひね見ていっていただけたらと思います。それだけでもですねかなり利益取れてくると思うので、はい、予約コーナーに来たんですけど、これ予約受け付け中ってねやってるんですけど、こういうところね結構注目で、例えばなんですけどこの商品、これですね五等分の花屋の木アニメの映画があったんですけど、それの限定版が、6月2日に発売されるようなんですけど、この商品ですね僕個人的にめっちゃ注目してて、なんでかっていうと、
さっきの商品の前作で、まあ、これも同じように限定版なんですけど、これが今 26,800円で、これ確かね定価これと同じくらいの値段なんですよ。12,080円とか、これが今、ね、26,000円まで上がってますね。でこれですね、僕あの当時発売した時ですね、まあ、仕入れたんでもう今でも覚えてるんですけど、発売日当日にガンって価格上がったんですよね、はい、実際イーリサ見てもらってもこれデータなんですけど、ここ分かりますかね、これ3月25日が発売日で、ここがですねグンって跳ねてるの皆さん分かりますか、グンって、ここが発売日です。発売日に一気に鬼の値上がりがしたんですよ、はい、でめちゃめちゃ利益になった商品なんですけど、今回のこの商品も同じようにあの発売日グンって値段ね上がる可能性大いにあるんで、こういう商品はあらかじめ6月2日に発売するんだっていうのを知っておいて、そのね前後くらいの日にしっかり Amazon チェックしてもらったら利益めちゃくちゃ出る可能性がありますので、もうこれだけで本当に10万以上とか全然ありえますので、ぜひねチェックしておいていただきたいと思います。はい、というわけで、古本市場せどり終了しました。今回ですねちょっとお伝えした内容としてはですね、まあ、そもそもですね前提としてゲームの関連商品がかなり高騰してきております。まあ、今回ねお伝えしたポーチなんかも一つの例なんですけど、あのポーチ以外でも結構高騰してきてるですねスイッチのですねポーチがあったりとか、あと今回ねちょっと動画には出してないんですけど、ワイヤレスコントローラーっていうねコントローラー関係もですねめっちゃプレミア商品が多くなってきてるんですよ。で実際こういうところをいち早く気づけるかどうかが、しっかり稼げるかどうかのね結構分かれ目になってきますので、もう気づいてる人はですねもうその情報出すなよみたいな感じになってるかもしれないんですけど、ちょっと出させていただきます。ね、あの僕はですねあの名前でもある通り、まあ、弱小セドラーということで、もう本当にですね弱者のもう味方、むしろ弱者の仲間だと思ってるので、だからですねセドリでですねうまく稼げないなっていう人に向けてですね、こういった情報をですねお伝えさせていただきました。だから本当に今ですねゲームの関連商品とか結構ねリサーチしていくと定価よりもプレミアになってる商品って結構見つかったりしますので、そういうものをですね Amazon とかでねピックアップしておくと店舗に行った際パパってね利益商品見つかったりしますので、ぜひですねゲームセドリっていうのをですね、一つやってみていただけたらなと思います。でセドリを通してですね今人生に抱えてるね不満であったりとか、例えば僕ですねもともとゴリゴリの社畜だったんですけど、その社畜から抜け出したくて、まあ、セドリ始めたんですね僕でね。同じような立場、実際ですね会社で働いてて、なんでこんなやつになんか文句言われないといけないんだとか、なんかお客さんの前でペコペコしたりとか、なんでこんなんしなあかんねんみたいなね、なんかやっぱね不満ってすごい溜まってくると思います。昔の僕と同じ立場の人ってたくさんいらっしゃると思います。だそういう人がですね一人でもセドリを通してですね自分の人生っていうのでねバッとね切り開いていっていただけたらなと思います。だからですね今回ちょっとね解説させていただきましたこのゲームセドリっていうのをですね、まあ、このセドリっていうこの大きなね括りの中の一つに過ぎないので、このゲームセドリっていうのもですねこの動画見終わった後実際やっていきながら様々なことを経験しながら少しずつレベルアップして、いつかですね自分の目標とか夢っていうのを叶えていっていただけたらなと思います。で、実際ですねセドリやっていく中でやっぱねうまくいかないこと出てきますよね。実際ですねゲーム関連のね商品リサーチしててもなんかうまく見つからないなとか、古本市場行ってみてもあれなんか思ったように利益商品見つからないなみたいな、やっぱこうなってしまうとですねなかなかですねどうしていけばいいかって迷子な状態になってしまって、基本的に、ね、迷子な状態になったらやっぱ結果って絶対出ないんですよね。そういう時はぜひですねこの動画の概要欄にあるあの僕の公式 LINE の方に直接ご相談いただけたらなと思います。ご相談いただけましたら僕がですね直接、まあ、アドバイスさせていただいたりとか、わからないところとか解説させていただいたりしますので、ぜひですねお気軽にご相談とかご質問とかいただけたらなと思います。というわけで、こんな感じですね、これからも本業はサラリーマンで副業でセドリをやろうと思ってるっていう方に向けた、セドリの動画っていうのもこれからも発信していこうと思ってますので、ぜひこんな感じでセドリについて勉強したいとか深く理解したいとか、あーマジで仕事やめてーっていう方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。